皆さんこんにちは。現在メジャーセカンドでは主人公の重野大吾が中学3年生となっており、元メジャーリーガーである佐藤監督のもと風林帯連合の選手として活躍中。父の五郎とは違いキャッチャーという道を歩んでいますが、OB中の魚住を差し置いて風林帯連合では正捕手に。またバッティングの方もホームランを打てるバッターになるまで成長。五郎とまで行きませんが、大吾は中学3年生にして選手としても主人公らしいキャラとなってきました。そんな時ふと主は思いました。中学3年生でようやく花が開いた大吾、重野五郎が中学3年生の時どんな能力をしていたのか、ということで今回の動画は重野五郎が中学3年生の時どんな能力をしていたのか確認。また確認後、同じ中学3年生である息子の大吾と比べた時どっちの方がすごい選手なのかも比較していこうと思います。あとこの動画を最後まで見てと思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。まずは父五郎を見ていく前に、現在の息子大吾の情報を軽く整理。中学3年生となった重野大吾、身長は公式によると中2の時点で158。本書を見ている限り中2から中3にかけて大吾は急激的な成長をしていないので、伸びて3から4センチ。そのため現在の大吾の身長は160センチにはなっているはず。先ほど話した内容と重複してしまいますが、ポジションは小学校から始めたキャッチャーをしており、バッティングとしてはホームランを打てるパンチ力を持っている。中学3年生の時の重野五郎、身長は公式によると176センチ、息子の大吾とは10センチ以上の差が。言わずもがな五郎のメインポジションはピッチャー。しかしリトルの時右肩を壊した影響で左投げに転向しています。セカンドでいうとミチルと同じケース。ピッチャーとしては左投げ転向からわずか2年で130キロを超えるボールを投げるまで成長。利き腕ではなかったこともあり、中学編で変化球を投げることはできませんでしたが、地区大会の方では球質や制球といろんな試行錯誤をしながら成長していき、最終的には先ほど話した130キロを超えるまっすぐ1本で相手チームを撃破していき優勝に導く。特に2回戦ではノーヒットノーランという活躍。このノーヒットノーランという活躍により五郎はセカンドでも健在な海道高校のスカウトに注目されるようになった。またバッティングに関しては先ほど話した地区大会にてホームランを量産。1本目、自身がノーヒットノーランを達成した試合にてソロホームラン。結果的にこのソロホームランが決勝点に。残りの2本は現風林帯連合の監督である佐藤俊也が在籍していた友の浦戦、4回の裏にて1対1となる同点のソロホームラン。最終回5対5と満塁という盤面にてサヨナラ満塁ホームラン。この3本目のホームランに関しては緊急登板した年明から打っています。なお地区大会の決勝で三船西を倒し優勝した三船東ではありましたが、県大会の方では1回戦にてミチルのパパが在籍していた街道中に敗戦。しかも0対19という4回コールド。五郎としては力の差を痛感した試合となりました。正直この動画を作る前から分かっていましたが、まだ息子大吾の中学生としての現役は終わっていませんが、やはり父である五郎の方が上という結果に。先ほど話したように、まだ息子大吾の中学生としての現役は終わっていなく、夏の地区大会ではシード校ということもあり、まだ一戦もしていません。五郎の中学編を見ると試合を重ねるごとにピッチャーとして成長していき、最終的には県大会にて街道中に大敗を食らってしまいましたが、球質と制球が向上したことにより2回戦にてノーヒットノーラン達成。このノーヒットノーランにより街道からのスカウト、そして地区大会優勝。ということは息子の大吾も地区大会では試合を重ねるごとに成長。トーナメント的にも2回戦藤見原か瀬尾中、この試合で大吾は成長。
成長した大吾はキャッチャーやバッティングでアピールしていき、ゴローと同じようにどっかの高校のスカウトが大吾を注目。そして地区大会優勝に貢献。ちなみにゴローが在籍していた当時の三船東と大吾が在籍している現在の風林帯連合、もしこの2チームが対戦した時どっちのチームが強いのか。現在の風林帯連合は春の地区大会にて優勝、直近の練習試合では県大会常連相手に8点奪い、守備の方ではエースである睦子が7回を1人で投げ切る完封勝利。また睦子以外にも状態の良い2年生ピッチャー西名、 OB 中の選手も加入したことにより投打においてバランスの取れたチーム、順調にいけば夏の地区大会は優勝濃厚。三船東としては絶対的エース重野吾郎、言わずもがな渾身のまっすぐで無双。またバッティングに関しては吾郎の前に小学生から付き合いのある小森がおり、塁上にランナーがいる状態でバッティングでもチームを引っ張る吾郎に回せる。また4番の吾郎をフォアボールや敬遠で避けたとしても、5番には地区大会にてホームラン打っている山根がいる。3番小森、4番吾郎、5番山根、ガチガチなクリーンナップとなっています。主としては父五郎が在籍していた三船東の方が強いかなと思います。異論は受け付けます。ちなみに風林帯連合が挑んでいる夏の地区大会の山場、五郎がいた当時の三船東とは違い、春の地区大会で優勝したということでシード校として臨んでいる風林帯連合。3回勝てば優勝並びに県大会出場確定。主としては風林帯連合が優勝すると仮定した場合、2回戦のみフルで描かれ、残り3回戦と決勝はダイジェストになると予想しているため、山場は2回戦富士見荒か清和中、富士見荒か清和中、どっちが勝ってきても富士見荒と清和中には好投手が在籍、富士見荒フリア清和中浦部連戦ということで、球数制限プラス疲労ありの状態で登板してくると思いますが、今の風林帯連合打線がこの2投手からどんなバッティングを披露するのか注目。対フリア戦、このフリアは大吾と同い年で中学3年生にしてメジャーセカンド初登場、130キロ超えのまっすぐを投げる左ピッチャー、まるで先ほど話した三船東時代の重野吾郎。もしこのフリアからヒットを打てるようであれば、当時の五郎からもヒットを打ち、風林帯連合の方が優勢。そして県大会では辻堂学園戦、中学園の最後の試合は辻堂学園戦と2試合予想しています。一体どんな試合になるのか楽しみ。ちなみに県大会ということで、あの中学校に注目。風林帯連合としては一度合宿中に海道中と対戦、しかし当時対戦した海道中は下級生メイン、そのため上級生メインの海道中が少し気になる。県大会を決めた風林帯連合は辻堂学園と対戦する前に海道中と対戦したりして、もしくは波乱な展開、辻堂学園は風林帯連合と対戦する前に上級生メインの海道中に敗戦するという結末。中学編の最後の試合は海道中と七五郎と同じ世界戦とか。以上、今回は重野大吾、重野吾郎ともに中学3年生時点での能力などを比較していきました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと X、インスタ、TikTok もやっておりますので、フォローの方お待ちしております。